平野紫仕様、カニアレルギー大丈夫旅行中の写真を公開にファンから心配の声多数。日本の人気アイドルグループ、ナンバーアイのメンバーである平野仕様が、自身のインスタグラムを通じて最新の旅行写真を公開し、ファンから心配の声が多く寄せられています。これは、彼が以前にカニアレルギーを公表したことに関連しています。 この記事では、平野仕様の最新のインスタグラム投稿とファンからの反応について詳しく取り上げ、彼のカニアレルギーについての状況を明らかにします。平野の仕様のインスタグラム投稿。4日、平野仕様は自身のインスタグラムを更新し、その内容が多くのファンに注目されました。彼は、お腹すいた、外食に行きたいとのキャプションと、 共に複数枚の写真を投稿しました。これらの写真は彼が最近訪れたシンガポールでの食事シーンを捉えたもので、特にカニを食べている様子が映っています。カニアレルギーへのファンの心配。平野志洋は以前にテレビ番組でカニアレルギーを公表しており、それが彼のファンにとって非常に気になる要素となっています。 そのため、今回のカニを食べている写真に対して、多くのファンから心配の声が寄せられました。フォロワーからは、カニポーズ可愛いんだけど、カニアレルギーは大丈夫だったのやれれ紫輝くんアレルギーじゃなかったかなといったコメントが見られました。 一方で、ヒラの仕様の可愛らしい表情に対しても、あざと可愛いい、いきなり可愛い顔出てきてビビる、何かかっこよすぎ、など、彼のファンからは彼の魅力についても、たくさんのコメントが寄せられています。カニアレルギーの背景。ヒラの仕様が、カニアレルギーを公表した背景について、一部のファンは詳細を知りたいと考えていることでしょう。カニアレルギーは、 カニやエビなどの甲殻類に対するアレルギー反応を指します。アレルギーの症状は個人によって異なり、軽度の場合から重度のアナフィラキシーショックまで幅広いものがあります。アレルギーの症状は、皮膚のかゆみや発疹、唇や舌の腫れ、息切れ、嘔吐、下痢などが含まれます。したがって、アレルギーを持つ人々は特定の食品を避けることが重要です。 カニアレルギーがある場合、カニを摂取すると重大な健康リスクが伴う可能性があります。ヒラの使用の現在の状況。現時点でヒラの使用のカニアレルギーの現在の状況については公式な発表がないため、ファンの間では憶測が広がっています。 彼がシンガポールでカニを食べている写真を公開したことから一部のファンは彼の健康状態について心配しています。ファンの反応。ファンの心配の声に対して一部のファンは彼がカニアレルギーを克服した可能性があるという意見もあります。アレルギーの症状が軽度である場合、一部の人々はアレルギー反応を緩和する治療法を見つけることがあります。 また、一部のアレルギーは年齢とともに軽減することもあります。一方で、彼がカニを食べている写真を公開したことがファンを驚かせたことも事実です。彼のアレルギー状態についての詳細は不明ですが、アレルギーに対する注意が必要であることは間違いありません。平野の仕様の最新のインスタグラム投稿に関するファンからの心配の声は、 彼が以前に公表したカニアレルギーに関連しています。現時点では彼のアレルギー状態についての公式な発表はありませんが、ファンは彼の健康と安全を心配しています。彼の今後の発表に注目が集まることでしょう。参考文献。カニアレルギーについて、日本アレルギー学会アレルギーの症状と管理、日本医師会。